田空港の第一ターミナルの南運河の到着ゲートですね。来ました。今からですね、荷物を引き取りたいと思います。今日はちょっとね、涼しいです。涼しい、寒いです。はい、ではピーチがね、もうあれしてた全 ANA のカウンターでやってます。もうこれ南運河の1階です。で、今荷物受け取って上ですね、チェックインします、今ともう開いてます。まず Wi-Fi のレンタルとかもしてませんね、これ。コートも預かってくれなくて、プリペイドカード、いろいろやってありますね。成田空港タクシーと閑散の閑散の閑散市さん閑散とした成田空港第一ターミナル南ウィングです。そうそう、あしゃあね、もう乗れないんかな。本当ね、この30年どうなりましたな。好きな航空会社やのに、僕はね、人ほんまおらへんね。いつ戻ってくるんでしょうね、人が。早く往来できるようになりたいですね。あ、すごいな、そんな初めて。こんだけ人で溢れ返ってたのに、UA も人いまへんな。どんなんやねん、やっぱりちょっとここなんだ。ピークオンタも誰もおらへんのちゃうわ。ちょっとしてよ。いや、受付にもいい、インフォメーションがないよ。それはどうなの、どうなの、ほんまにどういうことなんかね、これね、出発の2時間半前にカウンター開きますよということで、今日は一番早い便がですね、9時の便だそうなんですね。9時の便って2時間半前ということは6時半なんです。6時半、今7時過ぎてますけど誰もいません。なんか書いとけよ、ほんまね。で、その次9時15分だそうです。9時15分ということは6時45分も過ぎてます。まだ何もしてません。ほんで、その次が9時45分の香港行きだそうです。ねえ、あとだから15分ぐらいですかね、オープンするそうです。普通15分前だったら誰か来てるのにね、誰も来てません。何の張り紙もありません。ほんま、ちゃんとやっとけよ、いう感じですね。はい。なんでこんな簡単なことできへんやろ。ねえ。ちゃんとできない航空会社って心配になりますよね。キャンセルなりましたとか、なんかないとみんな不安ですよね。
9時の便も9時15分の便もおそらくキャンセル人が乗らへんのでキャンセルやと思うんですよね。それはそれでいいんですけどね。よう分かりません。なんかもうプロいよね。あ、やっと来た。地上職員が来ました。地上職員が来て、なんかやってあります。あと6分で約束通りできるのでしょうか。難しいちゃうんかな。日本人が嫌いなところは外人優先なところが一番嫌いです。6時15分に着いてしまう。